皆さんこんんここににちはこんにちははというところで始まりました、えー、ト,トレンドラジオ、公式読書トレラジオというところですけれども、えー、トレンドラジオとは、えー、毎月ですね、えー、第2、第4、金曜日に YouTube で、えー、公開しというところで、はいえー、アトリックトにまつわる質問を我々2人で 2>、はい、解説できるという番組になります。 まあ、他の方のね、疑問を聞くことによって、えー、新たな発見や気づくこともあると思いますので。<laughs> まあ、デスクワークをしながら、ながら、お聞きをしていただいて。まあ、興味のあるところだけ、ちょっとしん、お聞きいただいて、<laughs> はい、というところで、やっていただければと思います。はい、お願いします。はい、あ、これ、ちょっと外に出た。<laughs> また、今日も。あ <laughs>、待てない、あ、待てない。はい、<laughs> はい、よろしくお願いします。じゃ、早速、えー、進めていきたいと思います。<laughs>

でまたオンラインイベントのご案内と最後お知らせの方していきたいと思います。前回も案内させていただいたんですけれども、リノベーションコンテストですね。こちらがですね、えーま、ず先月の1月の20日に締め切りさせていただいたんですけれども、はい、まあ結構ね、ねこのコンテスト締め切ってから、まあ、たくさんね申し込みいただいてまして、うん、結構、周りの反応もすごく良くて、ですねいい数字になってるのではないかなと。うんうん 思います、ね、すごくいいイベントだったなと。ね、まあ今これからも発表とかもあるのでね。今、厳選なる審査の途中っていう感じですかね。今ね我々は全く審査には関わってはないんですけど、<laughs> <laughs> そんな権限は全く持ってないです。<laughs> <laughs> 何かすごく楽しみに待ってるなという感じですね。で,で二上さん離婚は終わった <laughs> いやいやいや、だから賃貸ですね。あ、賃貸あ、そうか。はい でもいいですよね、でねあの中ね、見てたらね、やっぱり木材を全面出すと自然な感じも良かったですし、うん、まあ床、タイルをね、買って、ラグジュアリーな感じもすごい良かったです、うん、なんか想像するだけ、ああいうの楽しいですよね。そうね、もう家買えばいいじゃん、中古住宅<え> <laughs> リノベしろとそう。買ってリノベしたらいいじゃない。<laughs> いや、いつかはねお、持ちたいなと思うんですけど、うん、今、われわれの状況でやったら、取った瞬間、転勤だったらどないするんですか <laughs> まあ,要あるよね、まあ、僕らの会社でもね、<laughs> マンション買った瞬間に転勤とかね、<laughs> <laughs> <laughs> そうちょっとね、やっぱりあの我々営業、転勤族になるので、ちょっと怖いので、そうだね、ちょっとまだなかなかねあの手出す、でもいずれはね、やっぱりもう自分のこうイメージするようなお家ち建ててみたいです、うんままあ。リノベーションでもね、全然いいと思うんで、はいはい、やっぱりなんかリノベーションってあれ、はい、いろいろ見てると、 なんかちょっと昔のイメージと全然変わってきてますよね。やっぱ、中古のお家っていうよりも、新しくリノベ、うん、あの。リノベーションしていくっていうところはね、うん、すごく面白いなというふうに思ってますんで。はい。ぜひぜひ。もう買ってください。はい、後で、ほら、えー、いなくなったら、僕が住むから。なん、はい、<laughs> でやね家賃は、家賃は払って。ね。い <laughs>、家賃 <laughs> そう。管理人として行くわ。<laughs> <laughs> はい。まあ、今回の応募作品はですね。こちらのサイト。 QR コードを読んでいただいたら、あのサイトの方飛びますんで、えーまあ、ご覧いただける、いつまで公開するか、ちょっとまだ私たちは聞いてないんであれなんですけども、今、まだ見れますんで、ぜひともまたご覧いただけたらと思いますし、ま,すまたね、えー、今月17日に、えー、開催します、A スタイルの方で、えーうん、受賞された作品に対して、まあ、受賞式の方があるというところな、予定しておりますので、ぜひとも、えー、こちらの方もご参加いただければなと思いまますすおお願願いいしししよろくます。 はい。続いて、えー、お悩み解決、質問コーナーというところになります。はい。はい。今回もね、たくさんいただいております。あ,ありがとうございます。はい。じゃあ、早速一つ目の質問からいきたいと思います。はい、はい。えー、神奈川県の特命希望さんからです。ありがとうございます、えー。ありがとうございます。レイヤーの便利な使い方を教えてください。レイヤーマップ登録、表示パターン設定など、えー、似たような機能がありますが、違いがよくわからず、図面単位での利用しかしておりません。うん えー、多,面多物件でも利用できるような便利な使い方があれば教えてください。うんはい、結構やっぱレイヤーのところでね、やっぱ皆さん、そう使われてるってところで、でねうん、レイヤーっていうところはすごく、はい、興味のあるご質問かなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。じゃあちょっと、ね、画面をお借りして、えーはい、この部分を解説をしていきたいと思いますね。はい JWCAD とかもそうなんですけど、やっぱり CAD って、まあ、レイヤーっていう概念をあの持っているので、うん、アークトレンドもあのレイヤーっていう概念を持ってます。で、えー、とそこの基本的な、ね、そのレイヤーについてなんですけど、今平面図表示してます。で、設定をですね、開けていただくと、こちら、えー、と専用初期設定ですね。専用初期設定の中にレイヤーっていうのがありまして、うん、まあこれをちょっと開いてみますと、はい、こういう形で、 アーキートレレンドのレイヤーは設定されていますこれはですね、あのレイヤーの数が200っていうのは全部共通してるんですけれども、まあ、立面図であったり、金ばかりで、それぞれこのレイヤーのこの名称、この辺は全部変わってきてます。うん、で、アーキートレンドのレイヤーを理解する上でもう一つ大事なのは、あの属性レイヤーっていう考え方ですね。 で、属性レイヤーとは何かっていうと、例えばの部屋とか柱っていった、まあ、いわゆるこの上のね、専用コマンドを使ったときに、自動的に入ってくるレイヤーっていうのは決まってます。なので、部屋は007レイヤーに入ってきますよ。柱は8のレイヤーに入ってきますよっていうふうに決まってます。なので、皆様がお使いになるときに、あの、いちいち、 柱入れよう、部屋入れようとしたときに、レイヤーをどこに入れようかっていうことを考えずに、勝手にやってくれているとここの仕組みになってるんですよね。なので、まずこのレイヤーと、それと属性レイヤーっていうのはあるよっていうことをご理解いただいた上で、はい。じゃあ、実際にどうなってるかって話なんですが、ここですね。この部分、これがレイヤーの、現在のレイヤーを表しています。はい。 で、例えば、ここに何か線分を入力しますよっていう作業をしようとしたときに、じゃこの今から入れる線はどのレイヤーに入れますかっていうのをここで決めるっていう流れになっています。通常の汎用で書く文字とか線っていうのはこれで、ね、自分自身でレイヤーを決めるんですけれども、こちらの専用コマンドについてはもう柱っていうのを選んだ瞬間に もうここは必ず柱のレイヤーで固定されてくるという向きになっています。はい。まずこれが基本的な、えー、レイヤーの考え方になっています。で、えー、先ほどちょっとお話ししましたけど、じゃあこれって立面図はどうなのっていうと、立面図も基本的にはレイヤーの考え方は一緒です。ただ、えー、レイヤーのここですね、えー。属性レイヤーとかが違ってきているっていう感じです。 立面図は立面図の設定があって、金ばかりには金ばかりの設定が存在しているという形になっています。でここが厳密には違っているということですね。さっきは200レイヤー中の、えー、半分ぐらいだったんですけど、えー、この金ばかりに至ってはもう200レイヤーでほぼ全部埋まってるような感じですね。<laughs> これぐらいも決められちゃってるっていう感じになっています。えー はい。で、このレイヤーを使って、じゃあ、えー、効率的な作業をしたいって言ったときに、例えばですけど、あのー、まあ、いろいろ書き込んでいきまして、じゃあ、こっから、あのー、柱の位置とかをいろいろ編集していきたいよって言ったときに、まあ、いろんなものがすべて表示されている状態だと、すごく作業がしづらいですよね。まあ、例えば、ここで柱を選択しようとすると、この柱をこうなかなか取ってくれない。どっちなのみたいな。 作業効率が非常に良くないねっていうことで、こういった場合は、こちらのレイヤーの表示、検索の設定っていうものを使って、画面が見やすいように設定することが可能です。はい。で、今、こちらですね。今、こちらで表示されているのがレイヤーの表示、非表示ですね、の設定と、検索の対象にするかしないかっていうのを決めています。 で表示はあくまで画面で表示されるかどうか、で例えばこの検索の方は、いわゆるこう属性変更とかで、えー、触れて、まあ、いわゆる何ていうかな、えー、選択することができるかどうかなんですね。例えばこれ、オールオフにすると、表示は全部してるんだけど、どれも触れないよっていう状態になってるこれ、えー、なので、この状態だと、えー、表示はしてるんだけど、選択できない。 どれもこれも。この状態になってくれば。まあ、こういう使い方することはあんまりないとは思うんですけど、まあ、具体的には、じゃ柱だけ、あの、今回編集の対象にしたいな、といったときに、では、えー、じゃ全部、一旦ちょっとオフにしておいて、では、えー、こちら、部屋と、ですね、えー、と、柱。これを選ぶようにしよう。ただ、部屋には触りたくないけど、さすがに部屋が、 わからないと、ちょっとやりづらいよねっていう方で、例えば、部屋は見えるけど触れない。柱は見えてさらに触れる。っていう、この状態で OK をします。うん、はい。で、ここですね、突き出てくるこのもんもん何かっていうと、この設定って後からも使うことありますかっていうことなんですよね。うん、後から使うことあるんだったら、あの保存しておきますけど、どうしますって話なんであ、この設定を使うかもしれんねえって時は、 はい、してください。で、ここに、はい、新規登録で、柱、えー、柱、研修用、みたいな感じで、まあ、入れときましょうか。OK。はい、そうするとこの状態。ですね。ヘアと柱だけが出てくるので、この状態であれば、えー、削除とか、まあ、こういうことをするときにも、まあ、便利ですよね。これ、て消していけます。んな で、作業が終わったら、またレイヤーマップを呼び出して、こちらすべて表示の方で OK すれば、元に戻ると。で、先ほどのレイヤーマップに保存したものは、ここに、こう、出てくるようになるので、次からはこの柱編集よってやって OK すれば、いちいち選ばなくても、自分の設定した好みの状態で出すことができますよっていうことです。ここパターン登録できるの便利ですよね。 そうですね。これはね、すごい便利だと思う。で、うん、ただね、このパターン登録は、えー、基本的にはその図面ごとに決めていく形になるので、うん、あの金ばかりは金ばかりの設定になってくるという形になります。いわゆるレイヤーが別なんでね、うんうん、そういう各それぞれに、でも違う物件でも使えるってことですよね。もちろん、もちろん、これは物件を超えていきますんで、うん、あの違う物件でもこれは有効になってます、使える。協力会社さんとかデータとかやり取りするときにのちょっと、うん、あの余計な線とかも入ってきて、 渡されるとき、はい、結構この辺は便利かなと。あ、まあ、それはでもレイヤー消されなきゃいけないかもね。あの、表示、非表示はあれだけど、うん、もらってきたデータで見えなくすることはできるけど、はいはい。うん、渡すときには、うん、あの、レイヤーをですね。あの、するもの、し第いもので選択して、出力する感じになると。うん、あともう一つ、あの、ご質問で、はい、えっと、これか。えー、っとですね、表示パターン設定っていうものですね。 こっちのコマンドのことをおっしゃってると思うんです。これ。はい,はい、はい。で、これね、ちょっと似て非なるね、あのコマンドなんですよ。表示パターン設定。さっきは、レイヤーごとに分けていってるんですよね。はい。で、表示パターン設定、設定は、レイヤーという概念ではなくて、ここで直接選ぶんですよ。例えば、この通り新聞を選んで、うんうん、これは、あの、表示しないとか。っていうことができます。 今すべて表示がこれデフォルトなんで、まあ、1番に新しい設定を作ろうと。うんうん、で、もうちょっとすみません。待ちゃった。これにしようと。で、通り芯をこを選んで、これ隠すみたいな。こっちも選んで、ここを隠すみたいな感じで使う感じ。えー、で、これをあのパターン登録ができるよっていうのはこっちなんで、うん、まあレイヤーっていうか、直接図面で自分で選択したものを、表示、非表示を えー、決めるる。っていいう使い方になるうんまあちょっとそこはちょっと似てるけど、ちょっと違うあのものになる。うん,うんうん。なの、はい、で、ここはちょっとね、あのまあレイヤーのほうがでも使い勝手はいいような気はするけどね。はいどう。どうなんですかね、うん、結構その辺の慣れてる方、レイヤーという概念に慣れてる方と慣れてない方っていうのがあるかもわかんないですよね。うん、そうですね。うん、なので、まあ、単にここの画面から一旦消してしまいたい。はい 見えなくしたい、でもデータは残しときたいっていった場合は、こっちを使ってもらうのもいいかなと思います。はい。ということで、よろしいでしょうかね。あれ、一つだけちょっと追加してご説明いただきたいなと思うんだ。はい。ちょっとね、レイヤーの考え方っていうか、属性っていうのが、アーキトリの独特の表現だと思うんですけど、はい。あの、属性別選択。ああ、これね。はいはいはい。何回か、あの、 あの、丸三角四角の方、この間もね、ちょっとお客さんから一気に変えられるのかというのがちょっと質問あったんで、ちょっとこの辺絡んでくるのかなとちょっと思ったので、ぜひちょっとご紹介いただければなと思いまして。はい。はい、ちょっとこれレイヤーではないんですけど、こちらですね、物を選択するときの属性別の選択っていうコマンド。例えばこの白矢印を選択して、あの、こちらですね、選んでいただくと出てくるので、この中のこの丸三角四角、まあ、おでんみたいなやつ ここのおででんんくん選ぶと、うういう感じで出てきます。なので、例えば柱だけ一気に変えたい、例えば柱だけ一気に OK っ選んでいただいて、柱だけが全部選択されてくるで。これを例えば属性変更で全部120画に変えるっていうのができる。ただ、この属性別選択だと複数のオブジェクトが選択されている状態なので、 例えばこの幅を変えました、太さを変えましたっていうときに、OK をしちゃうと、あの、一個ずつね、あの、一個聞いてきちゃってめんどくさいんで、全部にやりたい場合は必ずこの一括の方を選択してください。こっちに、ね、こっち。はい、一括と。としてもらって、えー、これで OK。してもらうと全部の柱が全部120に変わってくる。こういう、あのー、属性別の選択を使うことで、えー、少ない手順で編集を楽に。 することができます、はい。こちらの方も使っていただければありがとうございます。はい、これね、いつ頃できた機能かちょっとわかるんですけど、結構昔から使ってる方、知らない方は多いですよね。これ、昔からね、本当、いにしえのコマンドよ。<laughs> そうですよね。私、入した頃には結構あったんで、あれですけど、ただ結構ね、昔から使ってる方、知らない方は結構多くて、ちょっとちっちゃいでね,ね、コマンドのボタンがね、<laughs> <laughs> もっと派手なったこところできたらいいのにとか思いながら。はい ぜひね、これ便利な機能なので、ぜひ皆さん使っていただければなと思います。はい、はい。じゃ続いての、ね、ご質問にいきたいと思います。いいはい、はい。はい。えー、続いて、香川県の特命希望さんからです。はい。パースモニターから 3D モデル発行した際の初期視点、うん、について。はい。初期視点位置をあらかじめ設定したり、削除することができますか追加カメラからもえ問題なく。 できておりますということなんですけれども。はい。はい。ですね。じゃあ、こちらの方の解説をしたいと思いますね。はい、はい。じゃあ、ちょっと画面を共有させていただきます。はい、はい。えー、この 3D モデル発行っていう機能ですね。これ、あの、実はバージョンの9から新たにあの実装された機能でして、あの、3D カタログの B プランに あったあたにサービスがスタートしたものです。で、これすごく便利で、まあ、そもそも、まずこの機能が何かっていうのを、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。で、えー、こちらですね、今、パースモニターを立ち上げてるんですけれども、このファイルの中に、3D モデル URL 発行っていう機能が、えー、最新バージョン9から、えー、実装されました。で、これを使うと、えー、どういうことになるのかっていうとですね、 ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。えっと。はい。押します。そうするとですね、こんな感じで、アーキートレンドドライブっていう B プランの契約のストレージに変換して入れますよっていうことができるんですが、これちょっと時間もかかるので、一回これ注意しますね。これをしてもらうと、3D カタログに登録をしていただいたものに、 ちょっと待ちなさいね。メールが飛んでくるようになっております。ちょっと飛んできたメールをちょっとね、1個表示させたいと思、はいます。こんな感じです。こういうメールが飛んできます。3D モデルを公開しましたよということで。で、この URL が1行、ポンと発行されるんで、これをクリックしていただきますと、こういう状態で、ブラウザーで見れる状態になるんですよ。 しかも 3D の状態で、ちゃんと歩いて、ぐるぐる、視点も変更できます。なので、お節さんにこの URL さえお渡しすれば、スマートフォンでも、タブレットでも、パソコンでも、この状態で見ることができるので、非常にあの提案がしやすくなると思います。うん、さっきの,の URL を QR コードとかに変換して、図面なんかにこうペットを貼っておいてあげたら、 おせっさんにその図面を渡して、で、おせっさんが自分のスマートフォンで、その QR コードをスキャンすると、これが見れると。うん。う状態になる。まあ、こういうすごく、ね、素敵な機能がついて、まあ、結構これ、あの、好評です。で、今回のご質問は、この時の、この視点ですね。これ。これが、自動的に来てるんだけど、まあ、減らしたり増やしたりできないのっていう、多分。 ご質問だと思います。はい。でこれがですね、よ、え、し、ー。どうなってるかっていうと、実はパース、モニターを起動したときに、えー、システムカメラっていうのは自動的に、ね、あの割り振られてるんですよ。こんな感じで。はい。これですね。で、このシステムカメラってどういう基準で入ってるかっていうと、まず居室、あと玄関ですね。居室と玄関。で、あとは、 えー、設備、洗面化粧台と、えー、システムキッチンと、あと今回ちょっと入ったトイレですね、こういったものがあの自動的にアングルとして撮ってくれます。で、えー、その他ご自身でこのアングルがいいなと思ったものを登録するのがこのユーザーカメラになります。これで、えー、現在の視点を追加っていう風うにしてもらうと、ここで任意のカメラを追加することができる。 で、この登録してあるこのカメラですね。このカメラの情報が、えー、先ほどの 3D モデル URL 発行したときに入ってくるって仕組みになっています。で、えー、そう考えると、あの、実はですね、あの、このシステムカメラの部分って、これね、自動で撮っちゃってるんで、残念ながらね、消せないんですよ。うん なので、あのまあ、お答えとしては、システムカメラについては減らすことができませんというあのご話題になってしまいます。申し訳ないですけど。じゃあ、まあ、余計な視点をどうしても入れたくないとで。自分の指定したカメラだけが出てくるようにしたいという方は、苦、え、肉、ーね、の策ではあるんですけど、パーススタジオをお持ちの方は、パーススタジオ側に 行ってから設定するのも一つ手かなと思います。ちょっとスタジオをちょっと立ち上げてみますね。よいしょ。で、パーツス,スタジオの方には、あのシステムカメラの内観っていうのは、実はね、ないんですよ。なので、えー、よいしょ。てくかまあちょっと時間かかりますけど。で、ここですね。 システムカメラって外観に関するこの東西南北はあるんですけど内観はないんですよね。なので全部自分で設定したものだけがここで選択されるっていうふうになります。なのでこっちのパーススタジオの方にデータを持ってきてカメラ登録をしてからパーススタジオ側でも 3D モデル URL 発行機能はありますのでこっちから出力してもらうことで、えー、そういった対応はできるかなと思いますので。 申し訳ないんですけど、これで <laughs> お願いできればと思います。まあちょっとひと手間ね、まあ出演時が一個上に上がっちゃいますけれども。うん、そうですね。まあこれでね、問題解決できるかと思うんで、ぜひともこちらの方でやっていただければ、はい。使いやすいかなと思います。はいはい、お願いします。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ続いてのご質問いきたいと思います。はい,い。大阪府の匿名希望さんからです。<laughs> はい、アーキバスの素材を取り込む場合、サイズ合わせ方を教えてほしいです。<laughs> 今回、畳はお客様のご要望の色がないため、製品のホームページから取り込んだ画像を入れると、畳の目が大きくなり、なんとか同じぐらいの畳の目に合わせることができましたが、はい、何度も、えー、試行錯誤を繰り返していたので、簡単なサイズに合わせる方法があれば教えていただきたいですうん、うん、ということです、はいはい、そうですね、じゃ,はい、じゃあ、こちらの方について、ちょっと解説をしていきたいと思います。はいはい ちょっとお待ちかね。よいしょ。ではね、あの、こちら、ちょっとあの、えー、弊社の YouTube のチャンネルになるんですけれども。はい。で、あの、実はですね、今回のご質問についてなんですけど、あの、過去にですね、あの、ご回答しているところがあったので、まあ、そこをちょっとご案内をさせてもらおうかなと思います。はい。で、えー、こちらの、えー、トレンドラジオ放送局、 ですね。弊社のホームページに入ってもらうと、一応まとめてあるところがありますので、えっ、ー、と、こちらの、えっ、ー、と、ボルロックですね。こちらなんですけど。あ、ちょっとすみませんね。ちょっと宣伝が入っちゃって、ちょっと飛ばします、ね、っえっ、ー、と、ボルロックなんですけど、えっ、ー、と、こちらのですね、えー、実は、えー、こちら。 概要欄のところですね、ここを開いていただくと、一応ね、このチャプターを切ってあるんですよ、実は。こんな感じで。で、一応あの、ご質問のわかりやすいように、ここに一応切ってます。こんな感じで。で、この中の、今回ですね、えー、ボルロクの質問1の中に、3D カタロムでの素材の作成というところがありまして、こちらで一応同じような内容で回答をしております。 で、時間の方はですね、えっ、ー、と、まあ、この辺かなこの辺の、えぇ、ー、9分ぐらいのところかなぐらいのところからちょっとやってますんで、まあ、こちらの方をですね、あの、見ていただければ、えー、解説の方をしております。ちょっと、ま、あ音は今ね、消してますけど、えっと はい、こちらですね。えー、アーキーマスターでってお話だあったんですけど、現在、その、アーキーマスターではなくて、あの、3D カタログの方を一応収にしてまして、まあ、こっちで作ってもらうことを、えー、一応お勧めをしております。でやり方は基本的には、あの、アーキーマスターも 3D カタログも同じなんで、ちょこちらで、今ちょうど、あの、新規で、え素材を読み込んできて、まあ、それを サイズを合わせて、あの、ちゃんと、あの、登録をするっていうところをですね、まあ、ここで解説をしておりますので、まあ、ちょっと過去にですね、いろいろやってるところは、これで探してもらうと、あの、該当する質問にたどり着けるんじゃないかなと思うので、ま、ぜひですね、あの、こちら、YouTube の概要欄、こちらをね、あの、開いていただければと思います。はい。一応全部チャプターは切ってます。あの、こんな感じで。よいしょ。ここですね、これ。 これ開かないと出てこないんでね、ちょっとあれなんですけど、クリックしてもらったら、こういった形で出てまいります。第3のおじさん出演っていうのがおもろいですね。そう、あの本田、本田さん出演のやつでした<あ>。<laughs> の <laughs> はい。ということで、一応、はい、こちらの方をね、見ていただければいいかなと思うので、はいえー、ちょっとこちら参考にしていただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。じゃあですね、えー、ちょっとお時間も。 迫ってまいりましたので、まあ、最後質問にしましょうか。こちらね。はい、はい。奈良県の奈良ラ,ランさんですね。はい。アートデンテ1ヶ月の初心者です。第4回目放送、うん、見逃し放送会で、えー、ご紹介したゼロから始める建築 CAD 講座、基本編全3回の視聴させていただきたいんですが、アンケートが既に終了していました。こちらから,はらん申し込みできませんでしょうかということです。いや、あのー、こちらね、実はもう既に奈良ランさんには、もう メールの方を送りさせていただいてるんですけれども、はい、他にもご、ね、参加いたあのご希望されてた方ですね、ちょっとね、一般公開という形ができなかったもので、うん、えと限定公開という形をさせていただいているんですけれども、はい、まあこういったね、嬉しいお言葉もいただいております、一気に見逃し配信を見ましたとかね、解説がところ分かりやすくて楽しいですと、本当嬉しい、ね、<laughs> こういったお言葉いただくのすごく嬉しいお話で。そうね、励みになりますね。<laughs> はい はいでまあ、こういった出、ね、身の,のコーナーがあれば嬉しいですとかいうこともありますので、またそ,こその辺もね、あのちょっとやっていきたいなというふうに思うんですが、まあ、その前の質問にありました、まあ、この、えー、ゼロから始める建築講座ですね、CAD 講座、これをまた受けられたいという方はです、ねあのど、どんなことをしたかと言いますとあの、こういう基本編からですね、中級編で屋根不正図とかプラン編集をやったり、あとはプレゼン編で内観、外観、パスっていう、えー、ところをやってたんですけれども、えー、と弊社の、えーと 質問コーナーの受付、いつもみろ皆さんにはメールの方を送りさせていただいているかと思うんですけども、はい、ちょっとね、もしあなた、このページのこの QR コードを読み込んでいただきましたらですね、こちらのイベントセミナーの方に飛びます。で、こちらでですね、えー、とご質問フォーム、こちらをクリックしていただき、あ、ごめんなさい、映ってないですね、すいません。<laughs> こちらですね、弊社のイベントセミナーの案内なんですけれども、こちら、イベントセミナーが入っていっていただいて、えー、こちら、ご質問受付中というところ。 こちらのアンケーートフォームのに入ってください。で,こちらでですね、ちょっと入力していただきますと、最後に、まあ、いつもこういったアンケートとか、ああごめんなさい、えー、アークトレンドに関する質問とかね、こちらの方で受けさせていただいてるんですけれども、えー、とここにところにね、えー、そのリンク先を送ってほしいっていうのを入れていただきましたら、私たちの方でまた改めて、はいえー、そちらのリンク先を送りさせていただきますので、ぜひともこちらの方、使っていただけると思います。 もちろんね、あの、それに載ってない質問とか、もうどんどんこちらの方にご記入いただいて、またいっぱいこう質問いただければなと思いますので、あと運営とかのご要望に関することもね、えー、入れていただけましたら、その辺もちょっといろいろと取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい ちなみに、講習会はあの僕やってますんで、そうですね。<laughs> 私があのゆるゆるで喋っておりますので。私たちがやっていると言いながら、私、何もしませんでしたが、そういったリンク先送りさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあですね、えーと、2月のオンラインイベントの情報をお送りさせていただきたいと思います。はいえー、とまず、操作系の、えー、セミナーですね。 アークトルンゼロの中級編というものを2月の16日、えー、1時半からえ15時までですね、うん、させていただきます。はい、こちらが、まあ、ちょっとね、先に終わっちゃったんですけれども、えー、2月の何日たかな、2月の7日ぐらいにしてた初級編の続きになるのかなっていう形になっております。 2つ目が視聴系のセミナーなんですけれども、こちらが、えー、と冒頭にもお話しさせていただいた A スタイルホラム、うんえー、ボリューム11のご案内です。えっと、今から始める4号特例の、えー、縮小の対策ということなんですけれども、うん、おなじみの佐藤先生のから<は>、えー、お話、4号特例,特例で思わぬワなというところですが、うん、必要なリスク対策とはというところで、まあ、これは皆さん必見だと思いますので、ぜひとも。 いいただければと思います。結構多いですもんね、今ね、この4号特例支給書に対して、どう対策しようかっていうことで、うん、結構お問い合わせをユーザー様からもいただくんで、うん、ぜひご視聴いただければ、ねねうん。大変ですよね、これね。<laughs> 大変だと思いますね、なんか、うん、結構皆さんどうしたらいいのかって、まだどうしたらいいのかわからんっていうところがね、正直なところだと思うんですけれども、その辺に関しては、もう本当、プロフェッショナルな。 先生ですので、はい、ぜひともご視聴いただければと思います。はい、で、まあ、構造セミナー2つ目として、耐震設計のスキーム改革というところで、ゼロから始めるウォールサット活用術、うんこれもね、やっぱりウォールサット、素晴らしいあのソフトでございますので、そうですね、はい、あれはすごい面白いですよね、そねんなふうに倒壊していくかっていうのがね、目に見えてかい、今、はい、回、講習会をきに行きましたけれども、すごいなって思いながら <laughs> <laughs>、はい。 あれ,もあれかけて家壊れたらショックだよね、<laughs> あれだけのプログラムがまたフリーソフトっていうのがまた素晴らしいですすね。<laughs> またこちらの方も、はい、あも、すごい素晴らしい活用術聞くお話聞けると思いますの、ね、で、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、はい、であの弊社の製品情報のところで、ま、構造のところで意外とまあ皆さん知らない、えー、構造関連の便利機能というところと、えー、と住宅プレゼンソフト、アートティング・モデリオン。 こちらの活用事例であるとか新機能。こちらのご紹介の方をさせていただきたいというふうに思っております。はい。え人もね、皆さん、あの、締め切り間近にはなってきてはいると思うんですけれども。ぜひとも、今からまだ間に合いますんで。一応、えっ、ー、と、公開から1週間後ぐらい。あ、でも、うんうん、すぐか。結構、日が、そうですね。1週間、一週間ぐらいか。うん、す,すぐ申し込んでください。すぐ申し込んで。<laughs> ぜひともよろしくお願いします。はい。はい はい。えー、続いてなんですけれども、えー、こちら、長兄のセミナーですね。こちらがよくある問い合わせの平面図編というところで、あの、弊社のサポートセンターですね。こちらの方によくある問い合わせのへ平面図に関する、えー、よくある問い合わせ。まあ、こちらを、はい、まあ、ちょっとピックアップして、いくつかピックアップして、えー、まあ解説されるというところなんですけれども、まあ、例えばこの、えー、斜めの手すり壁を策定したいであるとか、うん、え階段前のシェアどのところ ね、そうですね。あ、今日前回か。前回やったもんね。今日だって別でてても収録が二回分やってしまってるけバレバレですけど。見比べられてなんかねあの僕らのがなんかポンコツだったってもなったらやだねこれで <laughs> ね。ネクタイと服装が一緒やかもバレバレなところがあるんですけれども。<laughs> <う>えっと前回ですね。前回え一、ー、月二十七日えー日えー、ボリューム八でやったところのようなところもやられると思いますんで、ぜひともあのご参加いただければと思います。 初級編、ごめんなさい、ありましたね。3月2日に初級編がありますというところで、この後にまた交互に中級編とかもあるので、うん、ぜひとも前後で受けていただいた方が、すごくよりよく、あの、習得されると思いますので、まあぜ、ぜひね、この操作系のところを受けていただくときは、初級編、中級編というふうに受けていただいた方がいいかなと、おすすめになっております。はい、はい。で、最後にですね、セミナーの見逃し配信というところで、えー、今まで行ったセミナーですね、こちらの方一部、 ですが、一般公開しております。こちら、アーキトレンドとグローブ用の製品のセミナーがございますので、ぜひともこちらの方、YouTube の方で公開してますので、チャンネル登録していただければなと思います。はい。ゃあ最後にお知らせです。えっと、次回の放送ですね、えっと、2月の24日、これまた15時ごろを予定にはしておりますが、多少前後するかと思いますので、まあ、24日には 中には公開いたしますので、YouTube の方で公開いたしますので、また次回の放送もご覧いただければと思います。はい、ぜひ。はい、次回ください。ボリューム10ですね。すみません、書き間違えてる。ボリューム10だね。そうですね、もう10回ですよ。はい。いやいや、やっと、大台の2桁に乗りました。そうですね。これ、どんどん頑張っていきたいと思いますので、ぜひとも、またいろいろとご意見ございましたら、いろいろとですね。 優しくご指摘いただければと思いますご質問とご意見をちょっと泣いちゃうかもしれないんでねあ,あと視聴回数がねあの大事なんでたくさん回してもらえれば、ねはい、やっぱりあそこの回数が伸びると僕らもやる気がどんどん出てくるんであ、ね、の回数少ないとねちょっとね、うん、泣,い泣いちゃうからっていう,う、ね、あの存続がね危ぶまれるから、ねはい、みんな<う>お願いします回してください、はい、お願いします <laughs>、はい、お願いします じゃまた次回もよろしくお願いいたしますはいありがとうございました,いましたはいじゃあまた次回よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい